皆さんこんにちは。今日の YouTube は井口さんのバッツインマイバッグです。この企画なんですけれども、はい、前回木村さんのバッツインマイバッグをお仕事編とプライベート編でやったんですけど、はい、今回は井口さんバージョンでやりたいと思います。大丈夫かな。大丈夫ですよ。井口さんも軽く自己紹介していただけますか。はい、PR の井口です。東京の店舗と名古屋の店舗で働いていて、1年前にこの PR の部署に移動してきました。普段はインスタグラムとか YouTube とか SNS 関係のお仕事をしています。私が好きなものは友達とかと一緒に飲みに行くことがとっても好きなので、絶対にビールから始まってホッピーとかハイボールとか何でも飲みます。好きなおつまみが渋いんですよね。そうなんです。どうぞ。デイヒレです。結構びっくりでしたよ、我々は。あ、そうですか。もっと可愛い食べ物を食べるのかなって思ったら、はい、私はホッピーとエイヒレが好きですって言っていたのが思い出しですね。ありがとうございます、うん、中身はおじさんが住んでるので意外と井口さん、お仕事とプライベートで、はい、バッグでこだわりとかマイルール的なものはありますか。お仕事の時は結構物をしっかりと入れられるような大きさのバッグっていうのと、持った時肘とかにかけやすいような指定のものを選ぶことが多いです。普段の出かけのシーンとかで持つものは荷物は最小限にしたいタイプなので、小さめなバッグで両手開けたいのでショルダーにできるものをチョイスすることが多いです。今日はそんな井口さんのお仕事とプライベートのバッグの中身ですね、実際に使っているものをこちらを紹介していただこうと思います。はい、じゃあいつものやりますか。はい、はい、Let's go。それでは井口さん、はい、早速ご紹介お願いします。はい、まずはじめに私がお仕事で使っているバッグはこちらのイントレチャートのバッグになります。これはしっかり荷物が入るところと、このイントレチャートの抜け感のあるデザインがとっても気に入っています。もちもちとしてるっていうか柔らかいので、持った時に当たったりとかしても痛くないのがすごい気に入っているポイントです。はい、早速ご紹介します。まずはじめはこちらのタンブラーです。これは容量も入ってで、入社した時にもらったものになります。たまにお茶入れるんですけど、基本的には水を入れていることが多いです。本当に暑い時とかは井口さんペットボトルを追加で買って、それを入れ替えてるのを私は見かけたことがあります。いつもデスクで入れ替えてるので周りの人にチラッて見られるんですけど続いてはこちらのテイラーのハンカチです。これはもともと他のテイラーのハンカチをプレゼントでいただいたことがあって、使い心地がいいなっていう風に思って、自分でも欲しいなって思って店舗に見に行ったら、この柄がすごく人気なんですけど再入荷しましたって言われて、私は結構そういう店員さんのトークにコロッとされちゃうタイプなので、これを購入しました。限定とか再入荷とかに弱いタイプ、ね、いや、そうなんですよ。続いてはこちらの iPhone です。こちらが社用で、こちらが自用の iPhone になっています。自用の iPhone のケースは最近買ったんですけど、このくすみピンクの iPhone ケースでシリコンになっているので、すごい持ち心地がいいです。持ち心地がいい持ってる時に滑りそうになる感覚が苦手で、首にヒットするものがよくて、これはインスタグラマーの方が使っているっていうので載せてて、可愛いなって思って真似して買いました。この間まで透明のケースの裏側に、はい、会社の後輩の証明写真入れてました。そうなんです。私が大好きな後輩の証明写真を入れていて、はい、皆さんに突っ込まれてたんですけどそろそろ変えようかなと思ってシンプルなものに変えました。次はメガネです。私はかなり目が悪くて、コンタクト普段はしているんですけども、乾燥とかマスカラとかが入ったりしてゴロゴロすることがあるので、仕事の時見えなくなると困るので、必ずメガネは入れるようにしています。かけてみましょうか、はいみんなにダサダサメガネって呼ばれていて。そうなんですか。そうなんです。高校生か中学生ぐらいから使ってるんですけど、こんな感じです。でもあんまり変わんないですよ。ちょっとだけ目がちっちゃくななるいい感じです続いてはアポロです、うん、私はアポロがすっごい好きで、いちご系のチョコレート菓子とかが好きなんですけど、アポロは少しだけ甘いもの食べたいっていう時にちょうどいいサイズ感、うん、木村さんとか鈴木さんにもたまにお裾分けをしてます。確かに鈴木さん、アポロいりますか、はい、言われてもらったことがあります、はい、鈴木さんにはちゃんとスターのアポロ当たりだったそうだった次スターが出たら木村さんにあげます、はいよろしくお願いします。次はこちらのお財布です。ずっとシャネルのものが欲しくて
って名古屋に転勤していた時にお仕事頑張っているからっていうことで思い切って購入しました。続いてはこちらのポーチです。ポーチはお仕事の時は2個持ちをしています。こちらがプライベートの時も持っているポーチ でこちらは撮影とかが入っているお仕事の時にも持っているポーチになります。仕事の時はメイク直しでアイシャドウとかあとパウダーを使いたいのでアイシャドウはこのシャネルのものを使用しています。これは欲しくて買いに行った時に東京のシャネルのお店がどこも売り切れでそれを母に話していったら母が実家は静岡なんですけど静岡の方のシャネルで見つけてくれて代わりに買っておいてくれたっていうものになっています。次がこちらがディバンシーのパウダーになります。これは4色入っているやつでランキングとかにもよく載っていたんですけど気になっていたら友達が誕生日にくれました。あとは撮影の時は発色が大事なのでチークも入れてます。前髪がいつもぐしゃぐしゃになっちゃうのでカーラーも入れるようにしています。ポーチの中身はこのような感じです。続いてはこちらの小説です。今はダーゲリーより愛を込めてを読んでいます、うん、前確かに通勤の時に本読んでるって言ってましたね、はい、そうなんですよ、うん、映画が実写化されたものとかを映画見る前に読んで、それで映画を見て小説と一緒だったとかここ違ったなとかそういうのを自分でも見て口コミでもその後にこれはこっちの方が良かったとかそういうのを見るのが好きで、そうなんですね、はい、そうなんです。あと意外と受験生の頃から日本史が好きだったりするので日本史関係の本もたまに読んだりします。知らなかったです、はい、あなたの井口さんの一面が、はい、そうなんです。素敵ですね。おじさん以外の一面もありますおじさんじゃないです続いてはこちらのリファのブラシです。これは名古屋からこっちに戻ってくるときに先輩がくださったもので、本当にこれで解くだけで髪の毛がサラサラになるので愛用しております。続いてはこちらのおパンチウサギのミニケースです。出ました、おパンチュー、はい、私おパンチウサギ大好きで、いつもこのおパンチュのものも持ってるんですけど、デスクにはミニおパンチュを飾ってます。いや本当にすごいですよねミニさんのミニおパンチュのあれは何ですか。あれはこのガーって引いてパッて離すと勝手におパンチュがこう進んでいくっていう置物なんですけど、おもちゃみたいな感じで、後輩が井口さんデスクに飾ってくださいってくれたものになってますあらゆるとこにおパンチュがいて、おパンチュと共に生きてますだそうでございますこのおパンチュのケースも実はもらい物になるんですけど、うん、これは薬系を入れています。続いてはこちらのヘアクリップです。これハートモチーフになっていてカラーがすごい可愛いんですけど、今年の3月にスペインに旅行に行った時にスペインの雑貨屋さんで一目惚れして購入しました。あとはメイク直し用にこちらのクッションファンデも使ってます。そしてあとはこちらのジョー・マローンの香水です。これはずっと使ってる香水なんですけど、これつけてると会う人いろんな人にいい匂いするって褒めてもらえるのでちょっとこれを愛用しています。そしてこちらがイヤホンです。電車の中で小説も読むんですけど、サブスクとか音楽もずっと聴いているので、忘れたらショックすぎて無理ってなるような必須アイテムです。次はプライベート編でこちらのバッグご紹介します。こちらはプライベートで私がよく使っている革になるんですけど、このラタンバッグずっとと迷っていて、ついに私も今年買いました。見た目よりも荷物も入りますし、手持ちでもショルダーでもどっちでも好きなように持てるので気に入っています。早速中身をご紹介します。まずはじめにこちらのハンカチです。こちらのお財布です。私はプライベートの時はなるべく荷物を最小限にしたい派なので、本当に必要最低限のものを入れてお出かけしてます。必需品のイヤホンです。ちなみに携帯は手持ち、はい、携帯は手持ちで持ちます。プライベートの時はこのポーチは一つだけ持っていっています。せっかくなのでポーチの中身をご紹介します。まずはじめに、アホ毛スティックです。これもしかして木村さんも持ってるやつ同じですか。ですよね木村さんもおしゃれですよね。もしかしたら香り何かがちょっと違うかもしれない。私石鹸の香り、あ、その香料です。はい、このアホ毛スティックは必ず持つようにしてます。続いてはこちらの野原ひろしの名刺風の鏡です。何これすごい、めちゃめちゃみんなに突っ込まれるんですけどクレヨンしんちゃんすっごい好きなんですけど、クレヨンしんちゃんのポップアップストアに行った時にこの野原ひろしの名刺風の鏡が売っていて、めっちゃ可愛いと思ってすぐ買いました今横で木村さんがすごい笑ってますこれ好きなんです。しっ
かりと住所と電話番号まで書いてあります。ジェリーの薬も入れています。そしてリップは2本入れていて、この中のリップとアミューズのリップです。このアミューズのリップはオニオンリップって言われてるやつなんですけど、私もこれすごいずっと欲しくて買おうかなって思っていた時に、お兄ちゃんが買ってあげるよって言ってくれたので買ってもらいました。そしてアイライナーも入れてます。これはセザンヌのプチプラのアイライナーなんですけど、意外と落ちなくて重宝しています。次がこれも透明なリップになるんですけど、これすっごい私感動して、細かいスクラブが入っていて、私結構唇の皮むけが気になるタイプだったんですけど、これ塗ったらもう本当に皮むけが全くなくなって、しかもプチプラで安いんですけど本当にいいので、もし皮むけ悩んでる方いたら一回ちょっと試してみていただきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。私が持っているバッグもダイアナの店舗とウェブショップにて販売中ですので、ぜひチェックしていただけますと嬉しいです。この動画を見て良かったと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。ありがとうございました。井口さんはいつも使ってるボールペンもおパンチだし、傘の襟もおパンチつけてるし、はい、本当にありとあらゆるところもおパンチがありますよね、はい、そうなんです、うん、サイズが思ったよりちっちゃくて私の髪の毛をつかみきれないので、そんなに使用頻度はないですけど気に入ってます、はい、私はめちゃめちゃお兄ちゃん子なので、時間があったら出かけたりとかするんですけど、その時におねだりをして買ってもらった思い出のリップです。